水着。水着、水着、スイムウェア、スイムスト、スイミングスーツは、プールや海で運動、遊泳もしくは潜水用に着用する衣服のことである。水泳用、潜水用など様々なものがあり、デザイン、構造、素材など多くの点で異なる。海水浴が海に面した地域の人々だけで行われていた古代近世では、 海水浴のための特別な衣服を用意するという認識は一般的ではなく下着姿や着古した普段着、時には裸で水に浸かることが多かったと見られている。一方、ポンペイで発掘された壁画では女性が後のビキニによく似たツーピースの大湯をつけている様子が描かれている。鉄道網の発達により一般の人々が 海浜地域に出かけることが容易になった1800年代には、水に濡れても肌が透けて見えないようにサージや、フランネルアルパカなどの生地で作られた、肘丈の袖のついた服と、膝まで覆うパンツの上下揃いの服、上下揃いを意味する、スーツという単語がついた、スイミングスーツスイミングスーツの語源は、これが着用された。1900年代に入ると胸ぐりの深い、 袖なしのメリアス製水着が登場。囲碁肌の露出部分が大きいデザインへと変化していく。1907年に水面下のバレリーナとの異名で有名だったアネット・ケラーマン。オーストラリア出身のスイマー、女優、英仏海峡の水泳横断に挑戦した最初の女性がアメリカを訪問。これまでの上下揃いで水中の動きを妨げる。水着よりも動きやすい。 首回りや手足が露出したワンピース型の水着をボストンビーチで着用した際、公然わい罪で逮捕される事件が起こった。体の線がはっきりと現れるワンピース水着は大胆で活動的な新しい水着の形を社会に示しただけでなく女性の権利を拡大する運動が盛んだった当時、アネットによる女性が活動的なワンピース水着を着る権利のアピールとして 受け入れられた。1920年頃には、短いスカートのついたキルト式水着や、スカートを省略し、上下を一体縫製した、半月型の深い胸ぐり、スコップでえぐったような胸ぐり、の意味でスクープドネックと呼ばれたと、身頃から立ち出した幅の広い肩紐を持った、タンクスーツ。タンクスーツタンクは、水槽、室内プールを刺したが流行した。活動的。 機能的なタンクスーツのデザインは日本でスクール水着として知られている学童用水着に継承されている。1946年にはフランスのデザイナージャック・エームによってビキニと名付けられた肌の露出の大きいツーピース水着が発表される。ビキニの名は水着の刺激的な印象と当時行われたビキニ鑑賞での原爆実験の衝撃的な印象が結びつけられたこと。 またビキニ島周辺の県住民の伝統的な服装に由来すると言われている。また1964年にはアメリカのルディガンリックによりビキニのブラジャーを省略したトップレースが発表された。1970年代後半には足回りの立ちを高くしたハイレグカットが登場。伸縮性、耐塩素性の高いストレッチ素材、ナイロン。 ポリウレタンなどの合成繊維が一般的に採用されるようになった。ロサンゼルスオリンピックの開催された1984年以降にはフィットネスクラブやスイミングクラブで健康づくりの一環として水泳を楽しむ競泳選手以外の人々が増加。競泳水着はこれをもとにしてデザインされた体型補正機能を備えた水着の市場が拡大した。 デザインの違う複数の水着を、場所、海岸、プールリゾートなど、や目的、レースフィットネスとしての水泳、海水浴や、水遊びファッションとして着る、見せる楽しみなどによって使い分けることが定着している。田中千代復職時点同文書印鑑、ウィキペディア英語版記事などを参照。競技やフィットネスに用いられる水着。体を動かす支障にならないこと、脱げにくいこと。 特に競泳において水の抵抗を減らすことが求められる。競泳用水着、スクール水着、フィットネス水着など。過去、競泳選手は水着自体による水の抵抗を減らすために肌の露出度を高める傾向があり、男子はグリーフ型、女子はハイレング型が一般的であった。2000年代頃から水着の素材や 表面の模様を工夫することによって、水着表面の抵抗が、肌の抵抗を下回るようになると、首、手首、または腕、足首を除き、全身を包み込むようなもの等が普及し始め、長尺の水着を使用することが多くなった。オリンピック競技などの水着は新素材、ハイテク素材が積極的に投入されている。ライフセーバーにおいても、同様の全身を包み込むようなもの等が、 普及し始めているが、これらは危険回避や体温の維持などを重視したものが多い。ファッション性を重視し、男性はサーフ型、女性はワンピースタイプや胸部と下腹部にそれぞれ着用するビキニタイプといわれるものが一般的である。海岸での海水浴やプールなどでの水遊びのために用いられる水着。もっぱら見た目の華やかさ、スタイルを美しく見せることが重視される。 特に女性用は各メーカーのファッションデザイナーが毎年新作を発表し水着キャンペーンガールと呼ばれる女性たちが広告宣伝を行っているキャンペーンガールを取りやめるメーカーも多くなってきた。デザイン、色、模様などはまさしく千差万別ではあるが白のように薄い色合いの布地は水に濡れると透けてしまうことから口実するような見せるためのものを除いては使われることは少ない。 しかし2000年代頃より透けない白などと呼ばれる新素材を用いたものが登場している。シュノーケリングなど主として水面で行われるレジャーとしての簡易な潜水の場合は多くの場合有栄養水着が用いられる。潜航を伴うスキンダイビングやスクーバダイビングではウェットスーツやドライスーツが用いられる場合が多いが水温が 摂氏30度を超えるような場合には、ダイブスキン、あるいはスキンスーツと呼ばれる、全身を覆う形状の水着が着用される場合もある。低温、紫外線、サッカ症、あるいはクラゲ等の有害生物から体を保護する、ことや肌の露出を少なくすることを目的とした、トップス用水着である。シャインガードと呼ばれる場合もある。他の水着と併用され、 サーフフィンのバイウエットスーツの内側に着用されることが多い。また有害生物が内部に侵入することを防ぐため、伸縮性の生地を用い、体に密着するようになっている。形態は男性用、女性用ともほぼ同じで、着丈の比較的長い長袖あるいは半袖である。素材としては、体の保護性能を高めるため、他の水着よりは厚く、 目の詰まった素材が用いられることが多い。携帯、素材の点で従来の水着と若干異なるため、商品としては水着とは区別して販売される傾向にあるが、用途や基本的な構造等の点では実質的に水着そのものである。ボトムス向けにはスイムトレンカやスイムレギンスなどがあり、目的はラッシュガードと同じである。 特に保温性能を高めた商品は、ウェットインナーの名称で販売されていることがある。また、全身を覆うワンピース型の商品は、特に、ダイブスキンと呼ばれ、ラッシュガードとは呼ばれない。水着を着用して、水着を含む大全体を、第三者に見せること自体を目的とするときに、用いられる水着。水着をファッションとして使用するため、 デザインや肌の露出度の高さが水着本来の機能よりも優先されることが多い。水着キャンペーンガール、レースクイーン、ミスコンテスト、またはアイドルの水着撮影会の時に着用される。他にボディビルダーが極端に布地の面積の小さいビキニタイプの水着を着用する場合もある。余談だがダンス、体操競技などで着用するレオタードもあるが、中には デザイン的に水着と見分けがつかないほど似ているタイプもある。水着と違うのは、レオタードは腰や腹、胸だけでなく、肩や背中、首、両腕まで全身にフィットするスポーツウェアであること。水着でおなじみのスパンデックス素材を使用したローレグタイプの長袖レオタードは、体操、新体操選手など多くの女子、女性に練習、競技をはじめ、写真撮影で健康で、 魅力的な体を見せるのに着用され、水泳等で水着として着用されてもおかしくなかったが、水中での透け対策の裏地がついていなかったために、使われなかった。あとに、中国にある、ジンタオアンダーウォーターワールドのアトラクションの一つとして、水中オリンピックが行われ、その中の演目の一つとして、女子新体操選手に扮装する、女性ダイバーが披露する、中ダンスがある。 巨大水槽に潜りながら演技を見せるのに見た目と様式をきちっとしたい理由で女性スキューバダイバーには体操、新体操等で使用するローレグタイプの長袖レオタードを着用、足ひれをつけ水中ゴーグルを装着したら巨大水槽に飛び込むこととなる。水中では着衣水泳を行う感覚で潜り全身しょ濡れになりながら演技を披露するなど レオータードが水着として使用された例の一つと言える。女子プロレスラーの試合用コスチュームも通例、水着と呼称する。これはかつて水着を回収して試合用のコスチュームとしていたことにより言い表されたもので、1990年代後半以降も新人は水着を回収したものを使用することが多かった。しかし、後にコスチュームの多様化もあり、リングコスチューム、 または略して、リンコスの故障が定着している。以下の四方式は、チューブトップや強制ビキニなど、背中の結合部にストラップでなく、布を使う水着に多い。男性はボトムスのみが多いが、一部トップス、トップスと、ボトムスがつながっているものを含むも存在する。男性用水着の属称としては、形状、用途に左右されず、海水パンツ、海パン、 ここでのパンツはズボンを刺すが、工述する水着インナーを履いていない場合は、下着のパンツ一枚で履いているのと同じになるが圧倒的である。競泳水着は1970年代以降、素材の改良やデザインの見直しが常に行われ、記録の向上に寄与してきた。そんな中で、水着の製造、販売に携わるスポーツ用品メーカーの競争が繰り広げられ、 業界再編につながるケースも出てきた。国際水泳連盟は2007年北京オリンピックから水着表面に高速化のための特殊な加工を施すことを禁じる決定を行った。これにより各メーカーでは鱗入り、突起付き、ストライプ入り水着の製造中止に追い込まれた。このルールの周知を徹底させるため国によっては新ルールを前倒しで実施して 大会を行ケースもある。そうした中、スピード社が開発した、レーザーレーサーをめぐり、2008年、全世界の水泳界で大きな騒ぎとなった。2009年7月24日に、国際水泳連盟は、総会で2010年1月1日から、ラバー被膜やポリウレタン被膜等の非透水性素材を、使用した水着を全面禁止にする新規提案を固め、素材は、 布地製に限定されることになった。水着が折っても良い範囲は、男子はへそから膝まで、女子は首を覆わない範囲から膝までに限定され、さらに素材の厚みや浮力についての規制も強化され、さらにそれらを担保するため、新たに二次元コードを利用した水着管理システムを導入し、お尻にフェな企画承認バーコードがない水着を公式大会で、 着用することを全面的に禁じた。一年の猶予を経て、日本を含め2011年4月から全面実施に移行している。バーコードには、メーカー、形式、承認時期などのデータが記録され、さらに個別の承認番号も記されている。大会では、おおむね次のように運用される。この検査は、目視確認との併用を原則とする。目視確認は、 商標等の大きさに関する規定が守られているかや、同一種目の予選から決勝までは同一の水着を着用しなければならないというフェナールが守られているかを把握するために行われる。劣化によって承認バーコードが剥がれることも十分に考えられる。その救済策も用意されてはいるが、バーコードが剥がれた水着については競技用として使い続けるのは望ましくなく、 普段の練習用に下ろすしかないのが実情である。2013年元日の時点では、バーコード導入後の大きな水着規則改正が行われていないこともあり、バーコードがありながら承認取り消しとなったケースは特にない。20世紀後半においては、水着の素材としては、ナイロン、ポリウレタンイコール4、1の比率で混合された糸を使った食布が一般的であった。 ポリウレタンを混ぜたのは、ナイロンが過塑性に乏しく、これを補うためであったが、ウレタンの科学的性質により劣化しやすいという、水着の欠点の元となった。1980年代後半になると、この問題を解決すると同時に糸を細くするため、ナイロンに代わって、ポリエステルをベースとする糸が、布の元となるケースが増え、後に競技用水着素材の主流となった。 しかし2010年代実施のフェナの水着規則改正後、トップスイマー用の水着であえて締め付け効果を得るため、再びナイロンベースの布が使用されるようになっている。水着で用いられるポリウレタンとは、デュポンが開発したスパンデックス、商品名、ライクラが広く用いられており、デュポンが米国の同族経営企業、コークインダストリーズに売却試行会社である。 インビスタが事業を担う。日本ではインビスタとトーレの合弁企業が供給している。競泳用水着のブランドは多様化しており、各陣営がオリンピックや世界選手権の場を利用して勢力拡大を図っている。以下にフェナが競技用として承認した主なブランドをまとめる。企業名横の英字はフェナにおける水着承認コードの企業名。世界では フランスのアリーナと英国のスピード、スピードの両陣営がメジャーとなっており、これにイタリアのディアナ、ジアナ、日本のアシックス、エイシックスが続く。アメリカのナイキ、ナイキ、ドイツのアディダス、アディダスなども世界市場に食い込んでいる。日本国内ではデサントがアレーナ、かつてのミズノがスピード陣営に加わり、これに アシックスを加えた3社が日本水泳連盟から各競技代表選手への水着供給メーカーとして指定され一般にも普及している。しかし各社とも技術力をつけてきたことや蒸気海外勢が日本への展開を本格化させたこともあり独自の世界戦略を取り始めている。水着用時の専用下着、インナーウェアがある。ただし競泳の公式競技会においては 前述の規則改正により、水着1枚のみの着用に限定されたため、インナーの着用が全面禁止された。このため規則改正後に出荷された商品には、競技用水着着用時には使えない旨なんだかの表記がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。